はい、どうも、哲学とです。今回はですね、前回に引き続き、Uber Unique についての動画ということで、まあ、今期ね、Uber Unique 結構ね、入手できてる方、たくさんいらっしゃるみたいなんですけど、実際のところね、ビルドに組み込める、Uber Unique と、あとね、Uber、なかなかね、ビルドに組み込みやすにくい、Uber Unique っていうのがあるんじゃないかという疑問を持つ方も多いんじゃないかなと思いますので、まあ私がね、全5クラス使ってくる中で、まあこの Uber Unique はこういう風に使うといいよ、みたいなところをね、中心にお話ししていけたらなと思います。まずですね、何はともあれということで、ハーレークイーンの紋章なんですけど、まあこちらのね、ユニークの効果なんですけど、まずね、20% のダメージ減少効果を得るというところは非常に強くてですね、レジェンダリーの効果でも、ダメージ減少効果っていうのね、乗ってるもの、あったりするんですけども、これね、無条件で発生してくれるというのがむちゃくちゃ強くてですね。まあ、何にもしなくても、この 20% のダメージ減少がかかってくるというのがマジ強いよという形で、さらに、すべてのスキルのランクがプラス4されるというところがありますので、まあ、スキルのランクがね、影響するビルドには、ハーレークイーンの紋章、結構ね、上の方だと、入れてる人が多いという形になってくるんですけども、まあなかなかね、ハーレークイーンの紋章も使いどころ難しくてですね、ハーレークイーンの紋章ってですね、すべてのスキルのランクがプラス4されるとは言ってもですね、まあ例えばですね、これ私のバッシュビルドですけど、バッシュのビルドなんかだと、このね、メインスキルのところは上がってくれるので、火力が上がってくれるんですけども、実はですね、パッシブスキルの方、に関しては、このね、ランクプラス4というのはかからないようになってますので、なのでね、そもそもスキルランクを盛ることに、パッシブスキルにね、依存しているようなビルドですね。まあ、今回で言うと、ミニオンネクロマンサーなんかの場合はですね、あれって、ゴーレムマスタリーとかね、あと、スケルタルメイジマスタリーっていうところの、ランクは火力に直結してくるようなビルドになってくるので、なのでね、実はウーバーユニーク、まあ、特にハーレークイーン入れても、実はそれほど火力が上がらないというところがあるわけですね。まあ当然ながらね、それ以外の死者の軍勢とか衰弱とかのランクもプラスされるんだから強いんじゃないかという意見はね、あるんですが、まあそれよりもね、レジェンダリーの効果だったりとか、焼き戻しの効果の方が強いんでね。なので、まあちょっとね、ハーレークイーンで、召喚ネクロっていうのはあんまりね、効果がないんじゃないのかなっていうのが私の、意見ですね。まあ逆に言うと、スキルランクが関わってくるようなものですね。まあすでに私が出してる、動画とかだと、バッシュバーバリアンとか、あとね、ハートシーカー、ローグとか、まあそこら辺はね、まあ、基本スキルのランクがね、直に、火力に直結してきますので、ハーレークイーン、採用してあげるといいかなと思います。あとですね、ソーサラーの各ビルドですね。私はボールライトニングを中心にやってるんですけど、ブリザードとかね、あと、フローズンオーブの、ソーサラーなんかやられてる方もハーレークイーンはしっかりと効いてくれるようになるので、強いのかなという感じがします。で、基本スキルビルド、基本的には火力上がるよとお話ししたんですけども、風の刃の毒、ドルイドに関してはですね、あのビルドって風の刃そのものがダメージ減なのではなくて、風の刃で付与するね、毒ダメージで敵を削っていくっていうビルドになるので、まあ、なのでね、ビルド解説の中でも、基本的に風の刃には1ポイントしか振ってないっていうのはそれが理由で、なのでね、風の刃ドルイドをやるんだったら、まあ、神殺しの王冠とかね、そういうのを入れてあげた方が、火力が上がってくれるっていうのになるので、まあ、ハーレークイーン欲しいっていう方ね、結構いらっしゃるんですけども、実は、しっかりとね、火力に、上乗せがかかってくれるビルド、そしてあまりね、効果がないビルドっていうのがありますので、その点ね、注意してみてほしいなと思います。で、次にそうですね、グランドファーザーなんですけど、こちらね、クリティカルヒットダメージが 100% 上昇し、この武器は他の特性、が、通常よりも高くなるという効果があるんですけど、こ
これね、クリティカルヒットダメージ普通に、上がるだけじゃなくて、まあ、普通よりも高い、ダメージ率が上がるっていう感じになりますので、なんかね、バーバリアンとか、あとね、まあ、今回両手武器を使っていくネクロマンサーなんかにも使えそうに見えるんですけども、まあ、この武器もなかなか使いどころ難しいですね。まあ、例えばこのバッシュのバーバリアンとか、普通のレジェンダリーのね、両手剣入れてる形になるんですけども、バッシュバーバリアンなんかね、特にこの、焼き戻しでつく特性ですね。バッシュの回列ダメージとかっていうのがつきますので、これがね、強いので、まあ、正直グランドファーザーを、入れてあげるよりも火力が出るっていう形になるので、なかなかグランドファーザーは使いづらいかなという印象がありますね。ただし、ワールウィンドのね、バーバリアンとかやられてる方に関しては、このグランドファーザーの火力、かなり乗ってきてくれますので、ワールウィンドビルドだったら、グランドファーザー、入れてあげると、火力、大幅に上がってくれるかなという印象ですね。はい。次にね、星泣き空の、指輪なんですけど、こちらね、プライマリーリソースを消費すると、スキルのリソース消費が減少し、自分が与えるダメージが3秒間、10% 増加する。増加量は最大で 50% まで蓄積という形で、前はここ 40% だったんですけど、前回のね、パッチ 1.4.3 で 50% まで増加してくれてるので、まあ、ここがまず強いよというところなんですけども、まあ、この指はね、基本的にはコアスキルを、メインにして放っていくようなビルド。に、使う指輪になってくるんですけども、まあそうですね、今シーズンとかだと、まあソーサラーの、コアスキルをメインにしたビルドですね、まず使えるなっていうところと、あとね、ドルイドも、まあ今回、紹介してる、基本スキルビルドは基本ね、この星泣きは、効果ないんで、入れても意味ないんですけども、まあ速射ビルドとかね、そういった、リソースをどんどん使っていくようなビルドで使ってあげるといいかなと思います。これね、プライマリーリソースを普通消費するような、まあ、コアスキルを放つと、なんていうのかな、コアスキルが減ってっちゃ、リソースの方が減るわけなんですけども、そこのね、減少量が、使うたんびに下がっていってくれるので、リソースがとにかく長持ちしてくれるっていうところが、まず強いよというところで、さらにダメージが 50% まで上がってくれるんでね、このダメージアップも非常に強いという形になりますので、なのでね、コアスキルをメインにして、まあダメージを出していくビルド全般に使えるかなと思います。具体的には、ソーサラーのコアスキルビルド全般と、あとね、ローグだったらまあ速射ビルドとかですね、は、こちらね、バッチリ効いてくれますので、速射ビルドにも使えるし、あと、ドルイドだったら、今回、竜巻ビルドとかね、がもう結構強いので、竜巻のビルドなんか使ってあげるといいかなと思います。特にね、竜巻ビルドは結構リソース消費がきつめなので、この星泣き入れてあげることで劇的にね、リソースの、枯渇っていうのが防ぐことができるんじゃないかなと思いますので、おすすめですね。で、最後に、溶けたセリフの心臓なんですけど、こちらね、リソースの最大値が60増加するよという効果がまずあってですね。で、さらにダメージを受けると失うはずだったのをライフ最大値の 1% につき代わりに 75% 分を、2リソースとして失うという形になっていますので、リソースをね、使って、なんていうかな、ライフに受けたダメージを、肩代わりしてくれるというむちゃくちゃ強い、アミレットになるんですけども、まあそうですね、私結構、周回するときとかのね、バーバリアンとかに入れてるんですけど、これね、リソースの上限60個上がってくれるんで、結構このね、ラマラドニーの、最高傑作との相性が良くて、ラマラドニーの最高傑作って、まあリソース、所有するね、土器1につき、0.4、ダメージが増えてくれるっていう感じなので、60つくとね、24かな%ダメージが上がってくれるという感じになるので、まあ最大土器を持ってね、ダメージを出していくビルド。あるいは、まあ今期はミニオンネクロマンサーがね、表に出てきちゃってなかなか、脚光を浴びることはないですけど、ネクロマンサーのビルドの中でも最大生髄の数によってね、ダメージが上がってくるようなものってありますので、まあそういったビルドで結構使える、ウーバーユニークかなと思いますね。まあ、基本的には基本スキルビルドとの相性が非常にいいですね。まあ、もちろんこういう風にバーバリアンに入れてもいいんだけど、まあ、
特にね、ダメージ受けやすいローグなんかの、コーティアをね攻略するときなんかにも使えるし、まああとそうですね、ドルイドはね結構元々のね耐久力は高めなので、これ入れちゃうとね、攻撃力ガクッと落ちちゃうので、まあどっちかっていうとまあローグ、そしてババちゃんあたりはこのね溶けたセリウの心臓との相性むちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますので使ってみてほしいなと思います。ちなみにさっきのね、星泣きの話と逆になりますけど、コアスキルビルドはね、リソース結構頻繁に消費していっちゃいますので、なかなかこうセリグと、一緒に入れちゃうと、コアスキルのために使いたいプライマリーリソースがね、しょっちゅうこうライフ回復のために取られちゃうみたいな感じになりますので、なので基本スキルやってる方だったら、まあ溶けたセリグの心臓をね、合わせて使ってあげることでかなりね、死にやすいという環境を作れるんじゃないかなと思いますので、まあ拾った方は使ってみてほしいなと思います。ということで終わりにしようかなと思うんですが、まあ、今期ね、それ以外で使いたいものとしてはですね、ティラエルの鎧ですね、ライフがマックスの時に、周囲に対してね、まあ、レーザー攻撃みたいのが出てくれるっていうやつで、で、さらに全体、全部の耐性の上限も上げてくれるというようなものになってくるので、まあ、これはね、結構いろんなビルドに使えると思うんですけども、まあ、そうですね、ワールウィンドのバーバリアンとか、あとね、ドルイドのね、まあ、竜巻ビルドなんかにも、使えてくるかなという感じになりますので。まあ、ティラエル鎧と、あともう一つは、アンダリエルの面ですね、毒ダメージ、の、ポイズンノバが発生してくれるというものなんですけど、以前はね、自分自身の、キャラクターを中心にね、ポイズンノバが発動してたんですけど、今期からね、まあ当たった敵からね、ポイズンノバが発生するというような形になりましたので、まあすでにご紹介してるね、風の刃ビルド、あれは特に毒ダメージによる、まあダメージ量というのをね、特化してあげてるビルドになりますので、あそこら辺との相性がいいのかなと思いますので。まあ、そこら辺をね、まあ、このシーズンの後半、いろいろとね、動画で、解説していけたらなと思ってますので、まあ、そちらのね、ビルド解説も楽しみにしていただけたらなと思います。まあ、3000たる交際の方は全く使わずにね、今撮ってありますので、なので、これでアンダリエルの面、とティリアエルの、鎧ですね、2つあたりを作っていこうかなと思ってますね。まあ一応今3キャラクターね、鉄狼団のね、イベント18まで終わってて、あと2キャラクター、残ってますので、そこを合わせると、7まで上がるので、まあ一つ被ってるね、ウーバーユニーク壊せば、アンダリエルと、ティラエル鎧に関してはね、ご紹介することできるかなと思いますので、まあまたね、まあビルドに組み込んだ形でね、ご紹介したら、できたらいいかなと思ってますので、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。